こんにちは、ベンジです。ブラッドボーンの続きをやっていきます。いよいよ最終ステージに行きましょう。おそらく最終ステージだと思います。メンシスの悪夢、行きましょう。ここに来たのがしばらくぶりなんですけど、発狂させられるんですよね、すごく。ほらほらほら、これか。なんか敵も発狂したり。え、めっちゃ硬い。ちょっと捕まれた。周回線。あ、あ、ちょっと待って。あ、そっか、体から湧くんだったな。え、死んだ。発狂して死んだか。きついな。ここはまだ発狂食らわないだな。行くか。開ける。じゃあこっちにおびき寄せる。すごい飛ぶ。おっおっおっ、敵が食らってる。一回回復。よし、血は取り返した。当たんねえ。全部死んだ。死んだね。はあ、今日回復してから行こう。はあ、おっ、刺さってる。え、二股か。ダメだ。あら、走れ走れ。やんだ。はあ、あの付近だけなんだな。あ、溜まってる溜まってる。うわ、食らった。うわ、2匹発狂ダメージ食らってる。これ誰だ。あ、岩尾だこれ。これ死ぬよ。岩尾、しかも硬い岩尾だ。あれ今、え、修正剤使ったのに。一回帰ろう。はい、じゃあ一旦レベル上げてきますちょっとね、攻撃力が圧倒的に足りてないから、今筋力44なんですけど、今レベル91。100まで上がるのかな。上がるだろうな。100くらいまでやってくるか。ちょっと、レベル上げしてみます。あ、一回見せましょうか。レベル上げ。私の考案したレベル上げ。これね。あ、どこだっけ？ここ。教室棟の1階。はい、ここです。ここの、こいつら。一旦ここに来て、安全なとこに来て、この入り口で殺します。そしたら1回で、あ、じゃあ、あ、1回で1万5000くらいたまるんで、こいつら痛くないし、一撃。よいしょ、いいかな。これでここのやつも殺して、あ、あれ、まだいく。こいつも全員殺したら、ここで目覚めをやり直す。もともと何千か持ってたんで、1万5000くらいですよね。で、これやり直すと、また敵が復活するんで、これを繰り返す。ちなみに、枯れる文字は、あの、血の石をいっぱいもらえるというやつですけど。はい、じゃあ、最低でもレベル95くらいまでは上げます。あと血液とかも買っとかないとね。あと鎮静剤か。鎮静剤こいつら落とすの。はい、じゃあレベル上げ完了まで飛ばします。
はい、16万ポイント貯まりましたね。でかかった時間は7、8分くらいなんで、まあこれを続けりゃ、あ、間違った。はあ、すげえ間違えた。持てる分だけじゃねえのかよ。ええー、うっそ、売る？いや、売るの、あ、99個持てるんだ、これ。10個までだと思ってた。え、ちょっと売る？いいか。これでいい感じの金額貯まるまでやり続けるか。今5万でレベル1上がるんで、なんぼ貯めりゃいいんだ。今レベルが91。9上げるとしたら、45万。まあ、50万くらい。楽勝だな。50万くらい貯めてくるか。はい、じゃあ行ってきます。はい、レベル上げが終わりました。服変わってるんですけど、この服は、発狂耐性が一番高いので、これで行きたいと思います。で、血の意志は52万溜まって、レベル100まで上げられるようになりました。で、ちょっとね、気づいてしまいました。筋力をこうガンガン振ってて、攻撃力上げるためと思ってこうやってたんですけど、失敗しましたね。これ1上げると、武器の攻撃力が3上がってるんですけど、3ずつ上がって、で、ここら辺で刺しっていくんですけど、50を超えると、2上げて1上がる。まあ、0点いくつしか上がんなくなるんですよね。で、技術を上げると、1上げると6上がります。6?6 じゃないね。もっとか、あ、6だ。6上がる。6ずつこう上がってくるんですよね。失敗したよ。そうだよね。力だけあっても技術がないと攻撃力は上がらない。すごい。そこに気づきませんでしたね。はい、ということで技術、全部技術に振ります。Farewell, good hunt. 失敗したよ。3万も残ってる。で、実は50何万どころかもっと貯めたんですよ。輸血液とか火炎瓶とかも買ったんで、鎮静剤もう1個買っとく。鎮静剤はね、拾っただけなんですよ。これはもう買わなくていい。あと全部輸血液にするか。よし。で、枯れる文字は、スタミナ、狂気耐性。これでいきたいと思います。よし、これで戦えるようになったかな？行きましょう。で、レベル上げたんで、防御力も上がってるはずなんで、戦えるでしょう。ああ、やっぱ痛えか。発狂耐性すごいね。あ、死んだ。慢心してはいけないと。とりあえず殺そう。発狂ゲージの溜まり全然緩やかだった。ダメか。あ、やべ。ちょ。よし、本気出すわ。まるで今まで本気じゃなかったかのような発言です。それが痛いんだ。よし。これです、これで。よし。
あとは細けえやつ。あ、いた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 。え、なんだ、発狂食らった？食らってないよね。攻撃力が高いんだな。むしろこのちっちゃいやつの方が怖いってことが分かった。あいつにチクチクやられて死んでたんだな。食らう？あ、全然食らわねえ。いた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 。ピラニア。よし、やっと。あの2匹殺すだけですごい簡単。あとは岩尾がいたよね。あれ道違うな。岩尾リベンジしないと。こっちか。ここだな。鎮静剤飲んでたな。え、HP なんかがっつり減ってくる。なにこれ、発狂してないのに。は、なにこれ、何に言ってた。今を離れるの怖いんだよな。今投げてくるから。痛い痛い倒した。痛い。やばい。よっしゃ、無血液くれねえか。お、あれな、今もういない。いないね。これなんだ、仕掛け？何仕掛けって。あ！わーお！こんな近くで。いや、そらね、こんな大変だもんね。発狂攻撃は、もう来ないか。エレベーターだ。待ってよ、ここにエレベーターあって、そこにもあんの？でもエレベーター上？いや、わかんねえ。何の仕掛けだ、これ。で、これすごい見にくいから、こうやって電気つけてくれてる。優しい。じゃあ戻るか。じゃあ、エレベーターを、逆側から起動させたら、そこの、ランプから再開しなさいよってこと。いや、すごい減ってる。なんだこの HP 減ってってんの。あの場所だな。あの場所で減るんだ。この発狂攻撃じゃない攻撃をどっかで受けてるのかな。それがさっきまで死んでたんだよな、多分。いや、道はどっちだ。こっちにも道あるか。あ、ない。すごいいろんなとこから落ちそうで怖いんだよな。今日収まったね。よしよしよし、回復しとこう。いや、輸血液何本あっても足りねえぞこれ。なんか明るいけど。うわ、岩尾。危な。2匹いる ?2 匹いるね。1匹なんか違う。おい、これ。これ、岩尾だな。痛い。どこよ、どこにいた。
岩尾が、なんか手前にもいたよね。うわぁ、もう気づいたの、お前。それか？そこなんかいるよね。おぉ。岩尾怖すぎる。あ、いた！お前か。ノックバックしねえんだよな。あっ！なんかそこにもなんか見えたよね。それ、絶対敵だよね。敵だ。岩尾だよね。あ、その岩尾絶対気づいてる。そうだよね。君もそうなるわな。どうせっつうのこれ。抜けてくか。倒すべきじゃないよ、これ。今一体で倒したら身が持たねえわ。入ろう。入れる。いや、岩尾が投げてきたら死ぬ。オッケー、セーフ。ああ。岩尾は相手にしない。まだ投げてる。ボスっぽいね。雲？ボスかな？ボスっぽいよね。え？降りた？降りた！え、でもボスの表示は出ないね。あ、子供は弱い。弱くはねえ。雲のこちらそう。早いし。これ攻撃しちゃうよ。あ、椅子ではない。よし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 。小蜘蛛の方がこう、うわぁ、何も落とさねえ。こんなボスっぽい見た目で。まだ2匹いるけど。降りて。そこに降りたか。キーアイテムかな。じゃない。ここでもない。え？あ、あ、あ。必殺技の可能性あるよ。これだ。切りつけた対象を前後不覚に陥らせる。はぁ。ここに来て、そんな消耗品が、あと新たな消耗品が出てきて。絶対そっちだね。え、そこの柱の上どうやって乗るんだろう。雲が乗ってる。あっちからか。降りては来ないのか。こっちかな。もういるもん。一匹ずつ、うわぁ、一匹ずつだったらと思ったけど、一匹ずつはやらせてくんないな。よし、もう一回。よし、あ、そっちもなんかあるよ。あ、あ、剣族のね。ここはアイテム取り残すと、もう二度と来ねえ可能性あるからな。怖くて。あ、これだけ？そっちはない。じゃあ行くか。あそこ明らか誰かいるもんね。ちょっとエレベーターないっすか？エレベーター、あれ人だよ。赤ん坊。あ、 NPC か？
じゃないね。個性的だね。あ、ルドウィークの聖剣だ。お前、俺と同じ武器セットだな。弱いね。そんな普通の服着てっからよ。鎮静剤。何だったんだ。あんな奴に1対1で負けるわけねえだろ。ひたひた言ってる。ここあれみたいね、隠し町。ヤハグル。なんだ。右からも左からも来てる。宇宙人か。戦う意思ないね。ペタペタ言ってんだよ。あそこ、あそこエレベーターじゃない。エレベーターです。ランプんとこ、ランプんとこです。はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。ボスはあのルドウィー君でした。はい、では一回戻りますんで、次回ここからやります。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。